신나
は語りかけを読む一部から来ましたかな。桜の前線のコピーバンドです。どうもよろしくお願いします。桜の前線初めて聞いた方もいると思うんですけど、まあ、大体ノリと勢いでこんな感じのバンドだと思うんで、もし気に入っていただけたら皆さんぜひ聴いていただいたらいいんじゃないかなと思います。ちょっと次の曲からは結構毛色が変わるんですけどね。ほんまに？というわけで、はい、すいません。そんなに変わらないらしいんで、じゃあこのままで勢いでいきましょう。ではお願いします。
ね。